はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、10月キャッシュレスお得情報をまとめということで、今回は月初ということで、キャッシュレスお得キャンペーンまとめについてですね。この動画では今月開催されるスマホ決済や電子マネー、クレジットカードの一部のキャンペーンについてピックアップをしております。10月もですね、いろんなお得情報がありますので、ぜひ参考にしていただければな、と思います。それでは いってみましょう。それでは今回はですね、こちらの10月お得まとめということで、こちらのカレンダーを埋めながらですね、お伝えしていきます。で、今回のこの情報に関したら、2021年10月1日時点の情報でございまして、一部のキャンペーンは除いております。もう僕なりに今回はピックアップしておりまして、あとですね、ご自身が気になる決済情報などがありましたら、動画の目次を作ってますんで、そこをタップしていただければですね、すぐに見ることもできますので、そちらもぜひ活用してみてください。では今回最初の決済情報、こちら PayPay からなんですけども、まず PayPay では はこちらの街のペイペイ祭りも今現在開催中でございまして対象店舗の QR コードを読み取ってペイペイ残高で支払ったら最大で20%戻ってくるっていうようなキャンペーンでございますこのキャンペーンはですね基本的にはペイペイ残高払いでございまして上限は1000円までなので5000分ですね使ったら上限に到達しますこちらのキャンペーン結構長くてですね11月28日まで開催中でございますのでまだトライされてない方はぜひやってみてくださいそしてこちらのキャンペーンですね新規もしくは半年間利用がない方に関しては最大で40%か 半減でございますので上限は同じなんですけども2500円分使えば上限に到達するんでまあ今回このタイミングでね PayPay にトライしてみてもいいと思いますもしですね PayPay 始められてない方は概要欄に僕の招待コード貼っておきますんでそちらから登録していただければ PayPay さんとか500円分もゲットできますんでぜひそちらもチェックしてみてくださいで続きまして PayPay ではこちらのキャンペーンがですね10月にも開催がされます超 PayPay 祭りということでまあいろんなキャンペーンがあるんですけども一部ピックアップをさせていただいてますマクドナルドのモバイルオーダーで PayP と戻ってくるキャンペーンでございますこちら通常は5%なんですけども Yahoo! プレミアム会員 Y モバイル会員は8%ソフトバンクユーザーの方は15%還元ということでもし該当される方はですねこちらの還元率気をつけてください上限は200円1回に200円まで期間中トータルで1000円までで支払い条件としたら PayPay さんの中での決済のみということでございますでキャンペーンの期間は10月11日からスタートしまして11月7日まででございます次にこちら PayPay のアプリからピックアップからテイクアウトを事前に注文すると対象店舗なら10 パーセント戻ってくるということで、いわゆるテイクアウトのキャンペーンなんですけども、こちらは、通常であれば10%還元なんですけども、ヤフープレミアム会員ワン c u イルの方は13%還元、そしてソフトバンクユーザーの方はなんと20%還元ということでして、上限が1回に500円まで、期間中トータル1万円までということですので、まあ、やっとね、緊急事態宣言が明けたということで、まあ、外食は結構しやすくなったとこではあるんですけども、まだね、テイクアウト使いたいなっていう方は、このキャンペーン使ってみてもいいと思います。こちらはペイペイの残高払いでございまして、10月の18日 1日からスタートしまして11月の28日までのキャンペーンでございます次はこちらペイペイではですねかなりお得なクーポンがですね10月18日から出てきます還元率は5%から10%の付与されるクーポンということで上限はですねクーポンによって変動してきます一応ですね10月18日から配布されるということではあるんですけどもこちら見ていただきたいんですがクーポンによって配布される日程も若干変わってきます基本的には10月18そして25 11月の1日、まあ、この3パターンに分かれている感じでございますまあ活発 で5%付与であったりとかガスト5%付与でスターバックスが10%なんでこれ結構お得なのかなと思いますあとはドトルの5%であったりとか松屋10%そして一番下にですね小さく見て出てるんですけどもローソンの5%とかも出てるんでまこれら利用される方はですね結構お得に使えるのかなと思いますで他にもですねペイペイでは10月のクーポンまあまあお得なクーポン出ております結構ね話題になってるのはこのソフトバンクのクーポンでございまして最大50%付与ということではあるんですけども3000相当ということでいわゆるなんで 話題になってるのかと言いますと Apple 製品ソフトバンクショップに置いている Apple 製品がなんと50%付与で購入することもできたりするのでもしね対象の店舗でこのクーポンが使えるのであればまあそういった方法で使ってみても結構いいのかなという風に思いますこれもね10月31日までなのでお気に入りの商品とかがあれば活用してみるのも結構ありだと思いますそしてクーポンではもう一つですねこちらソフトバンクユーザーのみにはなるんですけども最大半額相当戻ってくるっていうクーポンが出てきます例えばガストとかマ 松屋、そしててローーーーソソンンンととととかかデニここ、まあ、こうういいいっったところでで、まあ、半額相当ののククポンが出るっていう感じなんで、まあ、これははフトバンクユーザーの方は結構お得だと思います次に D 払いですね。D 払いではこちらのキャンペーンが開催されます。ローソン、ローソンストア100限定、16時から23時59分限定ではあるんですけども、D ポイントカードの提示をして D 払いで決済したら最大で500ポイントゲットできるというようなキャンペーンでございます。こちらのキャンペーンですね、条件がまあまあ決まっておりまして、今お伝えした16時から23時59分、 そして D ポイントカードを提示して D 払い。で、決済条件なんですけども、1回税,税抜きの600円以上、そして2回以上来店することによって50ポイント、3回で150ポイント、4回で300ポイントという感じなんで、普段からまあ D 払いを主に使ってたりとか、D ポイント集めたいとか、そして夕方以降よくローソンを使われる方は結構お得なキャンペーンかなと思います。もちろんね、無理して使う必要はないんですけども、よく利用される方は使ってみてもいいと思います。こちらはですね、10月の5日から10月の18日まででございます。 d 払いではこちらも開催されております。モバイルオーダーで d 払いを使うと d ポイント10倍のキャンペーンということで、確か9月ぐらいからマクドナルドのアプリ、モバイルオーダーで d 払いが対応したと、それのまあ記念のキャンペーンだと思うんですけども、d ポイント10倍ということで、200円で10ポイントもらうことができます。で、対象となるのはモバイルオーダーで d 払いを行うこと。で、上限なんですけども500ポイントまでということでございます。期間はすでに始まっておりまして、10月の10日まで開催中でございますので、もし d ポイント貯めたいという方はですね、 参加してみてもいいと思います。ちなみにエントリーはこれ不要ですね。続きまして A U Pay です。A U Pay はこちらが開催されております。松竹をここからアンドカンパニー誕生記念キャンペーンということで、なんとですね、顔商品を対象に1回に税込み100 0以上のお買い物をすると利用額の30%の A U Pay 残高が還元されるっていうキャンペーンでございます。このキャンペーンのちょっとしたまあ落とし穴ではなくて、まあ、ポイントとなるところなんですけども還元されるのが今回 A U Pay の場合いつもポンタポイントなんですけども A U Pay 残高という。 と,いうところですねなのでここは勘違いしないようにお願いしますで上限は2500円までということですので8400円分使えば上限に到達しますのもしねお気に入りの商品松本清もしくはここからファインを普段から利用される方はですねどの顔商品を買おうかなっていう風に目でをつけてみてもいいと思いますこちらのキャンペーンは10月1日からスタートしまして10月31日まで開催中でございます次にこちらですね au ペイ生活応援比較ローソンで最大3%還元ということでこれはねちょっと前ぐらいからずっと開催されてるんですけどもローソンで3%還元で au ペイの コード支払いいい上限は ID あたり1000ポイントままででととうことでございますそして、終了日はまだ決まっておりませんので、ポンタポイントを貯めたい方は、このキャンペーン参加してみてください。次に楽天ペイですね。楽天ペイではこちら、ツルハグループの対象店舗で、楽天ペイアプリでの1回のお支払いで、買おう商品を税込み1000円以上お買い上げいただくと20、20%分の楽天ポイントがもらえるっていうキャンペーンでございます。こちらのキャンペーンエントリー必須となっておりまして、ツルハドラッグ以外にもツルハグループのお店も対象ということでございます。 まますすののででももしね該当さされれれるるお店が近くくにああっってててよく利用されるのであれば楽天ペ使ってみいていいと思いますこのキャンペーン自体はすでに始まっておりまして、10月15日まで開催中でございます。続きまして、こちらですね、ドトールグループ対象、抽選で10人に1人楽天ポイントが200ポイント当たるキャンペーンでございます。対象のドトールグループのお店で、期間中税込み300円以上決済したら10人に1人に200ポイントが当たるということですので、まあこれに関したらですね、普段からもうドトールグループのお店を利用して、かつ楽天ペを利用されている方は、 はついでに参加してみるぐらいでいいと思います。対象外店舗ですね。一部ありますので、これは公式ページをチェックしておいてください。10月1日から始まりまして、10月31日まで開催中でございます。続きまして LINE Pay です。linepay ではこちらが開催中でございます。visa LINE Pay プリペイドカードの1%還元、そして新規で発行された方限定にはなるんですけども、発行して翌月に5%還元というキャンペーンが開催されておりますので、もしね。line ポイント貯めてみたいなけど、クレジットカードは作りたくない。そういった方はですね。こういったキャンペーン参加してみてください。このキャンペーン。 ま特に終了日に行って決まってませんので、トライされる方はですね、今のうちに参加してみてもいいと思います。次にこちらですね、期間中 LINE ペイアプリで税込100円以上のコード支払いをすると、リンクリワードが100円相当がもらえるっていうキャンペーンでございます。これ先着50万名様ということではあるんですけども、条件がかなり緩いんですよね。100円、税込100円以上コード支払いなので、まあサクッとクリアできると思います。ちなみにリンクリワードっていうのは LINE が提供する仮想通貨みたいなものですね。このキャンペーンは10月15日まで開催中でございます。 続きまして、ファインペイですね。ファインペイではこちらが10月からスタートします。ファインペイ翌月払いということで、まあ最近始まったサービスなんですけども、期間限定ファインペインボーナスが最大1500円相当をもらえるキャンペーンでございます。このキャンペーンですね、2種類あるんですけども、翌月払いの申し込みが完了したら500円相当がもらえて、翌月払いを利用したら50%還元でございます。で、付与されるのは500円相当のファインペインボーナス。そして50、50%還元の上限が1000円までということですので、とりあえず試しに使ってみてもいいと思うんですけども、 おそらくちょっとこれに関したら別の動画でもう一度ですね解説するかと思います。このキャンペーンは10月31日まで開催中でございます。ファインペインではこちらも開催中でございます。 ファインマのアプリ限定、ファインマのアプリを立ち上げるだけで、外れなし抽選で、なんと1万円相当のボーナスが当たるっていうキャンペーンでございます。ちょっと不思議なキャンペーンですよね。このキャンペーンなんですけども、期間中にこのファインペイのアプリを立ち上げることで、キャンペーンに参加できます。で、このキャンペーン補足なんですけども、10月、11月連続で立ち上げ続けると、当選確率が2倍になるみたいなんで、まあ、暇つぶし程度でファインペイのアプリを立ち上げる方はですね、参加してみてもいいんじゃないかなと思います。ちなみにですね、1等が10名様、 1> に1万円相当のファインペイーボーナス2等が100名様に1000円相当のファインペイーボーナスでこれ以外の方は全員になんと1円相当がもらえるということですので気軽に参加してみてくださいこちらはですね11月30日まで開催中でございます 次に、こちら、トヨタウォレットということなんですけども、トヨタウォレットはこちらが開催中でございます。毎日毎回1.5%キャッシュバックということで、対象となる決済は、ID 決済であったりとか、マスターカードコンタクトレス決済、あとはネットでのショッピング、まあこういったもので、1.5%キャッシュバックされるっていうことではあるんですけども、注意点として、以前ね、動画にもさせていただきましたが、6g での利用自体は現在も停止とされておりますので、もしね、連携して使われてた方は気をつけてください。もう9月27日でストップしております。ちなみにこの1.5% キキャャッッシュバックののンンペーにに関したらままままままだだだ終了日ては決まっていいいせんんでまだまだ使えるんじゃないかなかという,ふうに思います次にこちらですね、みんなの銀行ということで、こちらも以前ね、動画にさせていただきましたけども、携帯電話料金をみんなの銀行デビットカードでお支払いいただくと、なんと、毎月20%還元というかなりね、バクってるキャンペーンなんですけども、こちらですね、上限が5000円まで、月に毎月5000円まで付与されるので、2万5000円分までね、使うことができます。まあ、おそらく2万5000円まで使われてる方は結構少ないんじゃないかなと 思うんですけども大手キャリアとか利用されている方はですねかなり有力な支払い方法だと思いますで、対象となる携帯会社なんですけども NTT ドコモアハも含む AU ポボ含むソフトバンク LINE も含む有機用モバイルっていうことではあるんですけども残念ながらですね以前動画にさせていただいて問い合わせた結果ワイモバイルは対象外でございましてあと楽天モバイルとかも対象外でございますのであくまでもこのね携帯会社さんのみということでございますのでもしね普段からこれら利用されている方はですねみんなの銀行の デビットカードで支払ってみてもいいんですけども一つ気をつけてほしいのはやっぱりみんなの銀行を支払いに当ててデビットカードなんで残高とかが入ってなかったら支払いが滞ったりする場合もあったりするんですよねそうなってくるとあまりよろしくないかと思いますんでもしねこれを利用される方は残高とかにかなり余裕を持った状態で利用することを強くお勧めしますちょっと細かな作業が入ってくるところでもあるんですがそういったことも踏まえた上で参加してみてくださいこのキャンペーンかなり長くてですね3月31日まで開催中でございます続き そして、三井住友銀行のキャンペーンなんですけども、こちら、SMBC 紹介キャンペーンということで、三井住友銀行を解説、解説間違えてますね。そしたら、V ポイントが1000円もらえるということでございます。もらえるための条件として、招待コードを入力して解説をすると。そしたらですね、この1000円相当の V ポイントがもらえるということでございます。 付与されるのが2022年の1月末ということですので、かなり忘れた頃に付与される感じかなと思います。で、もしね、解説されてない方で、そろそろ解説してみようかなという方がいらっしゃいましたら、僕の招待コードこちらでございますので、使っていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。ちなみにこのキャンペーンは10月31日まで開催中でございます。続きまして、三井住友カードのキャンペーンですね。こちら V ポイント祭り、抽選で総額1万円相当の V ポイントが当たるキャンペーンでございます。特定の内容なんですけども、V ポイントが10万ポイントが 100名様そして1000ポイントが9万名様ということで条件なんですけども期間中に合計1万以上税込み1枚以上利用することでこのキャンペーン参加することができますしかもねこのキャンペーンとりあえず1万円使えばいいという感じでいろんな決済が対象なんですよね例えば電子マネーのチャージ他にもスマホ決済とかあと納税とかも対象なんでかなりの額を利用される方はとりあえずキャンペーンにエントリーしてみてみてもありだと思います このキャンペーンは11月30日まで開催中でございます。次にこちら、パスモと Apple Pay のキャンペーンなんですけども、Apple Pay のパスモを使った金額の最大50%戻ってくるキャンペーンということで、このキャンペーン自体はですね、新規の方が2000以上利用したら1000円分キャッシュバックされると、そして既存の方はですね、招待コードを互いに2000以上利用したら1000円分が戻ってくるキャンペーンでございます。こちら僕の招待コードでございまして、10月20日まで開催中でございます。で、それに関連してですね、JCB 限定ダブルチャンスキャンペーンというのも開催されておりまして、 点の内容としたら1万円分がですねプレゼントされるっていうキャンペーンなんですけどもキャンペーンの参加方法は今出てる通りでございますこちらも同様に10月20日まで開催中でございます次にこちら au ペイカードのキャンペーンなんですけども au ペイカード700万全員突破感謝キャンペーン1億ポンタポイント山分けっていうキャンペーンなんですけども期間中合計で3万円以上利用したらこのキャンペーンに参加することができますで付与される上限として1万ポンタポイントということですのでまあ、無理に3万以上使って参加する必要っていうのはないんですけども普段からメインカード として使ってたりとか新規で発行された方とかまあ、そういった方はですね気軽に参加してみてくださいこのキャンペーンはすでに始まっておりまして11月30日まで開催中でございますそしてセゾンアックスのキャンペーンなんですけども amazon と出前館そして ガストとアップルストアのアップルのサービスということで、ここも追加されておりますので、もし利用される方はですね、それぞれエントリーした上で参加してみてください。ではですね、今お伝えしたキャンペーン日程順にまとめるとこんな感じでございます。ちなみにこの赤のところに関したら10月中で終わるキャンペーンでございますので、もしね、参加される方はですね、ここら辺を気をつけた上で参加してみてください。まあそんなことで今回は10月キャッシュレスお得キャンペーンまとめということで簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。今回のこの10月に関したら、 ちょっと外れるんですけどもかなり噂はされてたあのペイペイカードについて僕はすごい情報を待ってたんですけどもとりあえず今出てた情報は社名が変更されまして頑張りますみたいなプレスリリースだけだったのでまぁ、あ、ちょっとね今後の動向が気になるところではありますでですね今回お伝えしたキャンペーンね全部が全部無理して参加する必要はないのでいつものお買い物でまぁ、あ、ちょっとお得になればいいかなみたいな感じで参加をしてみてくださいあとエントリーとかも忘れずお願いします以上ですね今回お伝えしたキャンペーンのリンクも概要欄そして そして一部の招待コードも概要欄貼っておきますんで、またね、詳細気になる方はご自身でチェックしてみてください。ということで、また10月からもお得に楽しんでいきましょう。本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。